西側の方が負けてるのに、負けてないとか勝ってるとか、ロシアの方も勝ってるのに、勝ってることを言わないというのは、お互いにそれが白いかも都合しがれない。いいからですよね。陰謀論って、いうことは非常に、日本人ちゃんと理解しないと思うんですけど、まあ、これも略の間違いだと思いますけど、もともとメディアっていうのは戦争のプロパガンダをやるために、第一次世界大戦ですけど、マスメディア。だからもともと戦争プロパガンダ機関なんですよ。それがマスメディアの元の形なもんですから。まあ、ウクライナがどういう国かということを冷静に考えた方がいいと思うんですね。まあ、私に言わせると、ある意味で非常に北朝鮮と似た国なんです。